ベルジーの藤原です。本日もオンラインストアのアップス情報をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段手段などお問い合わせはベルジーウェブストア掲載後ウェブストアの方に、お問い合わせお願いします。これから紹介する商品が12月の30日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄に貼ってますのでそちらの方をチェックしてください。それではまず、サイズちょっとこれはねタグがもう見えなくなってますが、バナーリパーです。バナーリパーのおそらくねM サイズぐらいですね、はい、もうこのポケットでこのマークといえばバナリパ、はい、後ろはキリンでキリンとラクダですね、はい、これもねもう定番のプリントの T シャツですがバナリパ、サイズ感的には僕はちょっと小さいサイズなんですね、はい、ここ定番のバナリパですが、はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてチャンピオンのポケティです。はい、トリコのラージサイズ、これね僕も実は集めてるんですけど、ね、ポケティ、そしてこのカレッジ系のプリントがね下に書いてある、はい、これフロントのみになりますがこの下プリント結構ねいろんなシリーズあります、はい、ラージサイズ自分がちょうどいいサイズ感ですね。これピンク珍しいと思います、はい、こちら9800円に消費税です。はい、これいいですね。チャンピオンのトリコミディアムサイズ白ボディ、そして染み込みのミッキーですね。これもう、まあ、全員乗ってるといったあれなんですけれどもプリント非常にいいと思います。チャンピオンボディのミッキーもね少ないんですね。しかも白状態はかなりいいです。ミディアムサイズちょっと小さいんですがちょっとしたねコレクションでもいいんじゃないでしょうか。はい、こちら15800円に消費税です。はい、続いてフルーツオブザルームのラージサイズ 100% コットン、はい、ここでオーバーと入っておりますがこれちっちゃいプリント可愛いですね。そしてバックプリント、はい、このねインパクト、まあ、僕バックプリント好きなんですけれどもこれぐらいインパクトあるといいですね。ラージサイズ僕はちょうどいいサイズ感です。状態は非常にいいです。7800円に消費税です。はい、続いてこちらがラージサイズロンティーの、はい、ロードオブザリング。このプリント見てね分かる人は2ですね。はい、袖にもプリント、そして背中ロード・オブ・ザ・リング、はい、2002年の、はい、サイズ僕がちょうどいいサイズかラージサイズ、状態もね非常にいいですね。映画 T シャツこちら9800円に消費税です。はい、続いてはボディがラージサイズ、はい、黒のもうこのねプリントといえばブルース・リーですね、はい、このプリントね非常にいいと思います、はい、後ろが無地ですね。ラージサイズ自分がちょうどいいサイズだ。ブルースリーのこのキックのプリントかっこいいですね。こちら29,800円に消費税です。続いて LS シャツ、はい、バンヒューゼンの白シャツです、はい、こちらねマチ付きのタイプですね。古いですね。サイズ表記が15になってます。だいたい M サイズぐらいですね。自分が15だとちょっとね遅いんですけれども、はい、白シャツのマチ付きやっぱなかなか出ないですね、はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて、はい、ギャップです。ギャップのネルシャツ、はい、ね、うちもアンドベルベージュの方でねギャップ全部いろいろオールドから集めて、はい、こちらギャップのネルシャツですが配色綺麗ですね。この古いギャップもねいい作りしてます。こちら7800円に消費税です。はい、続いてオールドのビッグマックですね、はい、M サイズです。もう定番の柄ですね。こちらのグレーベースに赤、はい、黄色のラインも入ってます。 M サイズ僕はちょっと小さいんですけれども、はい、まあ定番一着持ってでもね使えると思います、はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いてラッセルですね。ラッセルの WXL、はい、前部位のシンプルなブラックです、はい、ちょっとね気持ち汚れはあるんですが WXL でこのサイズ感がいいですね、はい、かなりダボっと着れるサイズ感です、はい、シンプルな無地のブラック前部位です、はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いてスヌーピーですね。こちらもタグがねちょっと見えなくなってしまいますがこちらもかなり大きいサイズです。先ほどのね WXL ぐらいあるサイズ感ですね、まあ、このスヌーピーのねプリントも可愛いと思います。ボディおそらくねアーテックスじゃないかなと思いますが、
はい、グレーボディの可愛いプリント、はい、こちら15,800円で消費税です。はい、続いてはネイビーの無地ですが、はい、こちら、大体ねポリコットンですね。これはしかもこれもサイズが大きいですね。 XL はあると思います。ダボッと着る無地のネイビー、ちょっとねフェードしてる雰囲気もいいと思います。はい、こちら9,800円に消費税です。はい、ヴィンテージスウェットいきましょう。ダックスバッグですね。ダックスバッグサイズ表記がちょっと読めなくなってますが、ボディ L サイズはあると思います。 L サイズが縮んでますね。はい、前部位ダックスバッグ自体ね少ないのでシンプルなね前部位、しかもこのでかいですね前部位が。こちらで25,800円に消費税です。はい、続いて雰囲気系ですが、はい、タグは欠損してますがこのね色も綺麗ですね。水色というよりはどちらかというとターコイズブルー系の色だと思います。はい、ちょっとね色フェードしてますし、ちょっとねこのまあ汚れですけれども、まあこの雰囲気系、はい、サイズ感これ XL 縮みだと思いますね。僕でも着れるサイズ感なかなかないと思いますね。はい、雰囲気系なのでまあちょっとねまあ汚いと言ってしまうとあれなんですけれども、こういった雰囲気ね作るのはなかなか難しいので、これはこれで雰囲気いいと思います。12,800円に消費税です。続いてリバースイーブです。はい、こちら刺繍のエクストララージ、はい、グリーンのタイダイですね。はい、まあ、こういった形でね綺麗に、はい、まあ、ブリーチ含めてこうタイダイ柄になってるのね珍しいと思います。 XL ダボッと着れるいいサイズ感で、まあ、人とねちょっと違ったリバース着るんだったらいいんじゃないでしょうか。はい、こちら15,800円に消費税です。続いては刺繍のエクストララージ、こちら白ボディそしてチェーンステッチで USA オリンピックですね。はい、オリンピックのまあ時期っていうわけではないんですけど、はい、まあ、そのシーズンに来ても可愛いと思いますし、まあ、これもね人と違うインパクトあるプリントだと思いますが、はい、後ろにもオリンピックのマーク書いてます USA。白ボディ状態も非常にいいです。こちらも15,800円に消費税です。はい、続いても刺繍の XXL ですね。はい、まあ大きいサイズです。そしてネイビーのこのグレーのラバープリント、これラウンドの感じもねいいですね。プリント XXL かなりダボッと着れるサイズ感です。少しフェード感もねいい感じです。こちらも15,800円に消費税です。はい、続いては、はい、単色のミディアムサイズ、はい、70年代ですね。まあ、首のあたりがねちょっとボロボロっときてますが、このぐらいの雰囲気はね非常にかっこいいんじゃないでしょうか。あとフェード感、そして袖口もね少しまあダメージはありますが、単色ウィングフット、まあ、このね緑に黄色のねこのラバープリントもいいですね。かなり味の出た雰囲気ですが、なかなかねここまで作り上げるのもね難しいと思うので、この雰囲気で着ていただければ。はい、こちら49,800円に消費税です。はい、続いてニットいきましょう。はい、こちらオールドのねセーターですけれども、サイズ表記が XL ですね。すいません。はい、こちらの柄もね非常にいいんじゃないでしょうか。 XL 僕が合わせてこのぐらいのサイズ感、かなりダボっと切れます。こちらも、はい、まあ、このねちょっとグレーにこのブラウンの柄的にもね可愛いと思います。はい、こちら12,800円に消費税です。さあ、続いてはタグがね欠損してるんですけども、モヘアカーディガン、はい、綺麗な色柄ですね。はい、ベージュにイエロー、そしてブラウンと下にね連れてこう色が変わっていく、はい、サイズ感おそらくねラージサイズ縮みぐらいだと思います。自分が着るとちょっと小さいかなっていうぐらいサイズ感ですね。モヘア状態もね非常にいいと思います。はい、こちら25,800円に消費税です。はい、続いてナイロンジャケットですね。はい、こちらもオールドギャップです。はい、ナイロンのプローバーですけれども、サイズがすいませんよいしょ、こちらがサイズがよいしょ、ですねラージス、あミディアムサイズですね。ミディアム、はい、この頃のねギャップでもミディアムだとちょっと大きめです。自分でも余裕持ってプローバー着れるサイズ感ですね。で、グリーンのナイロン、まあ、フードの部分だけねこのねグレーのスウェット地使ってます。はい、
これ可愛いですね、非常に。ゴールドギャップ、こちらで7800円に消費税です。はい、続いてはノースフェイスですね、こちら。ラージサイズ。綺麗なブルーです。はい。こちらは、よいしょ。まあ、パタゴニアのね、シンチラのフリースもいいですし、この辺のね、ノースフェイス。まだ 90s ですけど、色配色めちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。自分がちょうどいいサイズ感。後ろにもこのプリント入ってます。状態もね、非常にいいと思います。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてはコディアックですね。はい。お好きな方多いんじゃないでしょうか。M サイズです。はい。黒ベースに赤白。この V ライン。コディアックはね、僕着るとなると L サイズだと思います。M サイズ、僕はちょっと小さいんですけれども、まあ、この辺着れるサイズ感の方は結構多いんじゃないでしょうか。後ろもいいですね。しかもこのフリースのこの状態がピンピンです。はい。こちら29,800円に消費税です。続いてジャケットになります。はい。70506。サイズが40ですね。はい。裏がブランケット付きです。はい。こちらね、縦ボーダーなので、まあ、年齢的にはね、80s ぐらいの年代だと思うんですけども、4つポケット。はい。状態はね、非常にいいと思います。サイズ40。はい。自分はちょっと小さいんですけれども、はい。細身の男性、ワンサイズぐらいアップでね、着てもかっこいいんじゃないでしょうか。こちらで12,800円に消費税です。はい、続いても同じくですね。ちょっと表記は読めなくなってますが、サイズは42です。はい。こちらはブランケットなしですね。4つポケット。まあ、4人あるとね、ちょっとダボっと切れるサイズ感。全体的に色も落ちてますが、はい、ちょっと今このアジャスター止めてますけれども、4人で少しダボっと切れる、いい色の感じですね。はい、こちらも12,800円に消費税です。はい、続いて70年代ですね。三角タグ。リーのね、ウエス・ターナーです。はい。もう MR も入ってるのでね、セブンティーズ。そして 100% コットンではなくて、こちらね、もうポリコットンです。はい。もちろんね、ヴィンテージのね、ウエス・ターナーもいいんですけど、この辺の、まあ、70年代。見た目はね、ほとんど一緒です。サイズも42ぐらいですね。はい。状態的にはね、白ですけれども、綺麗ですね。はい、こちら、7800円に消費税です。はい、続いて、カバーオールになります。デニムのカバーオール。ノーブランドですね。ボタンがこういったゴールドの、まあ、銅ボタンです。サイズが40から42ぐらいですね。自分が着てちょうどいいサイズ感です。まあ、いわゆるマッコンですね。マッコンのセブンティーズですね。セブンティーズのカバーオール。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、続いてラルフのスイングトップ。三角タグのラージサイズですね。はい、まあ、オールドだと思いますが。はい、この色ね、珍しいんじゃないでしょうか。ちょっとこう、ブラウンがかった色。はい。赤ポニーです。まあ、L サイズなんで僕がダボっと着れるサイズ感。状態もいいと思いますね。まあ、今はちょっと寒いですけど、春先にちょうどいいんじゃないでしょうか。9800円に消費税です。はい、続いては、ウールジャケットですけどもね。この、黒のシャドウチェック。非常にいいんじゃないでしょうか。はい、ショート丈で、サイズが M サイズ。こう下がね、リブついてるタイプなので、まあ、ちょっとね、細身の男性かな、やはり。はい。自分なんかちょっとサイズ小さいんですけども、これ僕が着るとしたらやっぱり XL ぐらいないとダメですね。はい。まあ、ただこのね、黒とブラックと白。このチェックはかっこいいんじゃないでしょうか。こちらも7800円に消費税です。はい、続いて MA1 です。はい。こちらも、さあ CC ジッパーですね。サイズがスモールサイズ。1964年ですね。ニュースペック。はい。60年代の MA1。少しね、縮みは出てます。はい。裏オレンジの定番の、MA1 ですけど、まあちょっとこうやってペンキが飛んでたりね。はい。雰囲気系です。女性がね、ちょっとダボっと着ても可愛いんじゃないでしょうか。こちらで15,800円に消費税です。USMC のレベル7ですね。サイズが、こちら、ミディアムレギュラーです。はい。ミディアムレギュラーは僕がちょうどいいサイズ。177センチです、僕が。ミディアムで着るとちょっとダボっと着れるサイズ感。これ一着持ってると、真冬は対応できます。はい。色目もね、やはり定番ですが、はい。状態いいと思います。はい。こちら25,800円に消費税です。続いて、70505のビッグインになります。は
全体的にでも色が落ちてるんですが、まあキッズと言いますかボーイズです。ボーイズのサイズが多分、ね、14ぐらい、はい、襟元ね少しリペア等あって少しこう色がねブリーチ系の色なんですけども、はい、縦打ち入って綺麗ないい色ですね。まあ、これね多分あのハーレーのワッペンの跡だと思いますが、はい、これ実はね女性着れます。はい、あとはまあ小学校そうですね、上級生ぐらいのねお子さんなんかがちょっとダボっと着ても可愛いと思います。はい、こちらでビッグイ9800円に消費税です。はい、続いても70505ビッグイです。はい、こちらブランケット付きになります。サイズ表記は読めないんですが、はい、こちら38ぐらいですね。38のブランケット付き、はい、色落ちの、ね、雰囲気は抜群にいいと思います。はい、ブランケット付きもね色落ち綺麗なので、はい、このインディゴの雰囲気もいいと思います。こちらで39800円に消費税です。はい、続いて70505ビッグイです。はい、こちらもサイズ表記読めないんですがおそらくサイズ40ぐらいですね。はい、まあ濃いです。状態もね非常にいいですね。なかなか705はね濃い状態もなかなか見つからなくなってきたので状態はかなりいいと思います。まだねこれから色落ち楽しめるんじゃないでしょうか。これぐらいの時期にねインナーじゃないんですけど中に着て上にアウター羽織ってっていうので、ね、G ジャン使っていただければ。はい、ビッグイでこちら69800円に消費税です。さあフライトいきましょう。はい、ちょっとねタグが見るスペック読みづらくなってますが B15 ですね。はい、B15 でベリーボアの状態はいいと思います。リブの部分がですね少し焼けとこの下の部分若干小穴はありますが、サイズ表記でいくとこれ40から42ぐらいあると思います。 B15 シリーズもねなかなかこう状態のいいのだいたいねこの袖の部分がねすごいダメージがあったりとか多いんですけど、あとは大きいのがないです。これは僕がね着れるサイズが B15 の、サイズがねおそらく42だと思います。59800円に消費税です。はい、続いて N1 いきましょう。この時期ちょうどいいですね。サイズ表記40です。ちょっとね襟元少し擦れはありますが、はい、あと、ジッパーこれ古いジッパーなんですけどね、ジッパー多分で交換されてます。はい、このステッチ見るとね、ジッパーが変えられてますが、一応ちゃんとね、上げ下げはできます。ボタンも全部揃ってて、はい、無地のタイプですね。まあ、少し全体的に色合わせと雰囲気系ですけども、サイズ40。僕がちょうどよく着るのは42です。はい、でも40ね、着れる方結構多いんじゃないでしょうか。はい、N1 で49800円に消費税です。パンツになりますが、はい、こちら505のブラックになります。はい、まあ、いい色ですね。黒いです。そして3132表記いいサイズじゃないでしょうか。実数3031ちょっと細身の男性ね。はい、505のブラックシルエット綺麗なんですね。はい、こちら15800円に消費税です。はい、続いても505の USSA ですね。ブルーデニム、はい、まあ、全体的にねいい感じのフェード感。そして36日給です。レングス日給はねなかなかないですよ。はい、まあ、ちょっとねダボっとかけるサイズ感で、まあこの辺のね色合い好きな方もいるんじゃないでしょうか。あんまりこうねヴィンテージしてない雰囲気もね今っぽくて90年代いいんじゃないでしょうか。はい、こちらも12800円に消費税です。はい、続いて、はい、アーミーチノになります。60年代、最近チノもね人気ですね。はい、こちら3031表記、はい、こちらは女性なんかもねちょうどいいサイズ感だと思います。股上深めなのでちょっとキュッと上げてね切れ目に履いてもいいと思いますし、はい、状態もね非常にいいと思います。アーミーチノこちらで7800円に消費税です。はい、続いては雰囲気系のチノになります。はい、こちらはビッグマックですね。よいしょ、僕もこの、ね、ワーク系のチノちょいちょい集めております。このビッグマック、まあ、ペニーズ入ってますけどね、 100% コットンではなくて 85% コットンです。あとはこの雰囲気ですね、ちょっとこう味が出てます。ちょっとまあ下の方ねペンキっぽいのも飛んでたりとか、こう雰囲気系、逆にこういうねブラックなんかで合わせてもいいんじゃないでしょうか。
このねプロケッツのねスウェードなんかも相性いいと思います。はい、雰囲気系チノでこちら7800円で消費税です。ワーク系のチノは少ないですよ。はい、続いても、アーミーチノですね。こちらも60年代、これはワンウォッシュぐらいじゃないですかね。はい、状態いいな。これ3029表記、これも女性なんかでもいいと思います、はい、まあ、細身の男性は当然ですけど、ね、はい、バキバキですね、色目も、うん、サイズ感30表記なのでジーンズでね31インチぐらい履いてる方は全然入ると思います。はい、こちらも7800円に消費税です。さあ大人気ベーカーですね。本当にベーカーがね数少なくなってきました。毎月ねうちの入荷でも入ってくるんですけど、もうだいたい一月ないぐらいでなくなってしまいます。はい、こちら女性サイズ、こちらの表記が、はい、ちょっと表記見えないな、すいません。実寸が、こちらで日給です。これも女性サイズですね。ちょっとこうペンキ飛んでたり、これも雰囲気系です。細身の男性でも入ると思いますが、ベーカーあの、ね、定番、女性が履くと可愛いですよ。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、続いて、こちらレッドキャップですね。レッドキャップのコットンワークスやワークパンツです。レッドキャップの、よいしょ、はい、こちらですね。はい、ウエスト表記29とありますが、ワークパンツなのでね、これちょっと深めです。またこれもね女性なんかも履けると思いますし、はい、このねナスコンって僕言い方しますけれども、ネイビーがこの色合わせたこの雰囲気かっこいいんじゃないでしょうか。まあ、レングスがちょっと長めなので、ね、ここはね裾上げ、まあ、ダブルで上げてもいいですし、ワークパンツっぽく履いてもいいと思います。はい、こちらで6800円に消費税です。はい、続いてはリーバイスのスタプレーですね。はい、スタプレーのこれはブーツカットですね、うん、はい、スタープレスト、はい、この内側にタグがついておりますが、はい、スタープレーアイロンいらずというね一つのまあ意味ですけれども、はい、こちらもねポリコットンなので、 あんまりシワは寄りません。はい、水色で、すいません、ビッグになりますね。はい、まあ、ブーツカットちょっと細、細身で若干レングス長めですね。3332です。はい、こちらのスタプレーで7800円に消費税です。さあ続いてデッドストックです。はい、ウエスターナーのねこのモカ、はい、これね70年代ブーツカットなんです。ブーツカットと入ってます。3232の表記でプラスティックパッチも残ってますし、ウエストこちら黒タグ32ありますね。これブーツカット珍しいと思いますよ。ウエスターナーといえばねストレート、あとはまあ若干のスリムと細いのもありますけれども、 100% コットンのこのブーツカット、最近ね、まあ、517リーバイスのブーツカット系も流行ってますし、 D のねこのブーツカット、まあ、デッドから履ける、しかもモカです。70年代、こちら25,800円に消費税です。はい、続いてスリムですけれども、こちらちょっと細身です。細身の男性もしくは女性、リーンズ日給日八、はい、これリーンズプレストなんでね、リーバイスの、いわゆるスタプレ、あ、同じです、アイロンいらずという、よいしょ、はい、こちらリーンズプレストと入ってます。はい、まあ、29が入る男性ねいらっしゃると思いますし、細身のシルエット好きな女性、はい、こちらもデッドストックになります。はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてクッションを一つ、このね、パイソン柄、はい、よく見るとですねグッチなんですね。はい、グッチのパイソン柄のクッション、残念ながらね一箇所ちょっとね気持ちここにダメージが出てるんですが、これは内側からねあのジッパー開くので裏から止めていただいても使えると思います。パイソン柄グッチで9800円に消費税です。はい、続いてサービスシューズ、はい、70年代ですね。サイズが6ハーフです。ちょっと小さめですけれども、はい、この辺入る男性いると思います。まあ、うちのねウェブストアでもあのアップさせていただくと大体売れてるんですけども、これね少し履いてはいますけど、かかと状態きれいです。レザーの状態もねかなりきれいですし、まあ、このツヤもねいい感じです。
はい、こちら6ハーフで9800円に消費税です。さあ続いてですね、はい、こちら AJKO、はい、この間ね、まあ、僕もちょっと買わせてもらったんですけども、ブルーズカラー、まあ、シカゴですね、シカゴが、出てもう今世界的に、ね、反響が出てると思いますが、こちらはいわゆる AJKO キャンバスです。こちらで、ね、ちょっとこう黒のね、ここに AJKO と入るんですけども、そちらも剥がれてしまってます。こちらサイズが8ハーフです。でちょっとね、これ当時の人が落書きしてしまったシミとかも若干あるんですが、はい、まあ雰囲気はねかなりいいと思います。実はソール見ていただくとめちゃめちゃ程度いいんです。まあちょっとね飾りにもいいかもしれませんし、はい、なかなか AJK も出なくなりましたね。はい、こちら 49,800 円に消費税です。はい、続いてはハーレーのウォレットになります。レザーウォレットのデッドストック、はい、こちらブラウン、まあ、こういった形でウォレット財布ですね、はい、そしてこちらは黒のチェーン付きになります。まあ、このチェーンはねそのまま使ってもいいですし、何か別のね、まあ、クロムハーツだったりとか、まあ、自分もウォレットチェーン好きなので、ここでエルメスに変えて使ってもいいと思います。はい、こちらハーレーのウォレットデッドストックで19,800円の2つになります。さあパンツです。デッドストックの、はい、このブラック、はい、こちらサイズ表記は3231、これめちゃめちゃいいサイズですね。サイズが表記が32なんですけど、実数測るとねちょっと大きめらしいです。30、まあ4近くあるみたいです。はい、ウェアウェル、ウェアウェルのデッド、はい、これはもうワークパンツとしてはねめちゃめちゃかっこいいんじゃないでしょうか。まあ、黒のこのねコットンといいますかデニム系はなかなかないですね。このスタンプもねいいですね。デッドストックならではです。はい、ブラックも、はい、このついでデッドストックで98,000円に消費税になります。これいいですね。はい、続いて501のビッグインになります。はい、ちょっとねダメージ系になりますが、はい、リペア入ってる赤タブ切れてますが、S タイプですね。うっすら見えます。実寸が3029、ちょっと細身の男性クラッシュ系のビッグイン一本持っててもいいんじゃないでしょうか。ちょっとね股のあたりにも少しダメージあるんですけども、リペア可能な範囲だと思います。はい、こういったブラックで合わせていただいても雰囲気は抜群です。はい、501ビッグイン、の S タイプでタブは欠損してますが59,800円に消費税です。さあ続いて、はい、501のダブル X になります。はい、めちゃめちゃいい色ですね。ヒゲもバッチリです。フロントはノーダメージ、裾もオリジナルのチェーンステッチです。そしてレザーパッチが残ってる表記、これちょっとねクシャッとなってるので若干縮みは出てます。ウエストがベルトループオフセット、赤タブはもちろんビッグインのダブル X、はい、イエローステッチの雰囲気もいいですね。後ろの感じも非常に、裾の方はまだ濃いです。はい、こちら実寸が2933、レザーパッチがちょっとくしゃってなってるのでその部分ちょっとねウエスト若干小さくなってますが、おそらくパッチ表記は3036、3036が入る方はベストだと思います。はい、フロントボタンも3つ、はい、501です。501のダブル X レザーパッチ、ベルトループがオフセットなので、まあ、56、7年あたりでしょうかね。はい、こちら498,000円に消費税になります。さあ D お探しの方、もうマッコンです。もう本当に完全にワンウォッシュ入ってるだけですね。はい、D の 101Z、はい、グリッパージッパーです。そしてサイド黒タグのサイズ表記入りなんですけれども、このデニムの生地がちょっとね映像で伝わるか難しいですけど真っ黒なんですね。はい、これはもう正直言うとセンター黒とかサイズ表記なしの黒さとほとんど一緒です。真っ黒ですね、めちゃめちゃいいです。サイズ表記先ほど36、これ今実寸で3631です。オリジナルレングスで、はい、下もチェーン設置のイエローですね。耳はついてないタイプですけれども、
これはね、僕がちょっと腰巻きするのにちょうどいいと思います。レングスもね、ちょうどワンクッション、はい、これは、僕もね、以前リーサイドクロタグをねワンウォッシュで買ってノリ付けして落としたことあります。もうゴワゴワです。これぜひね、ノリ付けしてバキバキにして履いていただければものすごい色になると思います。11Z サイドクロタグ、サイズ表記入りです。3631実寸で358,000に消費税です。これおすすめです。商品紹介は以上になります。ちょっと2日連チャンなんですけれども、年末、ベルベル人、全店舗ですけれども、12月の30日までの営業になります。年始は、1月の2日ですね、初売りドカーンとまたねスペシャル、いろんなアイテムまた入ってきてます。各店もねちょっと気合い入れて初売りはやろうと思ってますので、1月の2日うちはですね14時オープンになります。はい、たくさんのご来店お待ちしております。